間20分かかりました。お疲れ様でした。おはようございます。どうも。今日はね、プロポ宅配サービスです。プロポ宅配サービス。お待ちしてました。これ。ありがとうございます。もう初めてですよ。忘れます。普通忘れない。まあまあでもラジコンあるあるではあるしね。ね、そんな話でした。まあ。俺は車忘れたことある。全日本で。バッテリーとかはちょいちょい聞く。ああ、まあまあネタでしょ。仕込んできたんですよ。荷物ちゃんと仕込んだしねお店やってるからたまにほらみんな忘れてくるでしょ。ああ忘れてくる意味はわからないなと思ったらこういうことが。そうです。こういうことです。お借りします。どうぞ。すいません、ありがとうございます。僕も人にプロ現場でプロポ貸すの2回目です。いやー参った。しかもちょうどウッディローブ過ぎたあたりです。そうか。やっちゃった。まあまあ、さすがにちょっとウッディからだと戻れないですね。うん、そうね、戻れない、戻れない。そこまで来た。さて、今日はインフィニティサーキットにしております。